はい、こんにちは。ザーゲームチャンネル99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、ヴァンパイアクイーンですね。まあ最近ねちょっとねシュミットのゲームがね若干多いような気がしますけどね、まあねそれだけいいゲームがあるということなので、今日はこちらのですねヴァンパイアクイーンをご紹介しようと思います。はい、これヴァンパイアクイーンですね。まあシュミットのゲームなんですけども、いわゆるですねジックスニムドサイドね、アミーゴ箱のカードに入ってるですね、まあカードゲームなんですね。でどんなゲームかというと、まあ、ざっくり言うといわゆる大富豪または大貧民なんですね。いわゆる手札の方から親のプレイヤーからホニャホニャのカードですよって組み合わせを出していって、次のプレイヤーからまあそれより強い組み合わせをね出せれば出す、出せなければ我慢する。でみんなが出していって一番強いカードを出せた人が次の任意の組み合わせを出せるというのを、これをぐるぐる繰り返していって、誰かの手札がねなくなった時に手札に残ってるやつがマイナスになるって、まあよくあるやつですよね。まあいろいろねローカルルールあろうかと思いますけどね、そんなタイプですね。でこのタイプのゲームですね、まあ昔からいっぱいあるわけですね。例えばティーチューですね。これ私自身はそんなに好きじゃないですけども、このジャンルのね、ゲームで調べると、ボードゲームギークだともうこれが必ずずっと1位というか、このジャンルではトップクラスにずっとへばりついてるんですけども、ティーチューですね。まあこれもいわゆる同じような大貧民、大富豪タイプのゲームですね。または、まあしばらく前に出たね、デイブズ・オブ・ワンダーのギャング・オブ・フォーですね。これも同じようなね、親のプレイヤーから2位の組み合わせを出していって、まあ子供のプレイヤーがそれより強いやつかパスすると。まあ、これはね、ちょっと変わったところがあってね、まあ、ドラゴンとかね、そういった特殊なカードが混ざってるっていうのがあって、まあ、ちょっとね、テイストをつけてるっていうものがありますね。で、このジャンルはね、やっぱり昔からね、いろんなところでね、まあ、トランプだったり、こういう専用モーカードだったりって、いろんなものが入ってるんですけども、このヴァンパイアクイーンがね、じゃあなんで今更わざわざそんなも紹介するかっていうと、やっぱちょっとひねってあるんですね。で、どこをひねってあるかっていうと、まあ通常のカードはヴァンパイアなんで、いわゆるもう数字が書いてるだけなんですね。まあ数字が書いてあって、それを手元から出していくというだけのカードなんですけども、親の方から例えば、3を3枚ですよって出されたら、次のプレイヤーは4以上のやつを、じゃあ4で3枚とか5で3枚とか10で3枚とかね、より強いやつをまあ出せますかと。一番強いやつを出した人が次のやつを手元から出せる。まあこれよくある話ですよね。で、じゃあポイントになるのはこのゲーム何かっていうと、ヴァンパイアなので、それに敵対するヴァンパイアスレイヤーっているんですね。ここに15と20と書いてますけど、ちなみにこれ最後に残ったらマイナスになるすごいビッグな点数なんですけども、これがいて、これがいることがこのゲームにですね、非常にですね、スパイスが効いてるんですね。これ何かっていうと、まあこれ実はですね、両面同じになっていて、他のカードと違って、まあ持ってるのがね、ずっとわかるんですけど、まあ持っててもしょうがないんで、手元にね、まあ置いてプレイしてましたけども、これをですね、出せるって時があるんですね。これって、一回以上自分が普通にこう出して勝って、例えば9、3枚ですなんていうの、勝ってね、勝って、自分が出し始める。親になった時だけしか使えないんですけども、これがですね、ものすごい効いていて、こいつで出すと、じゃあ今回スレイヤーでお願いしますっていうようになると、次のプレイヤーから通常ルールと全く変わっていて、手元から必ずカードを1枚出しなさいっていうルールが変わるんですね。前の人と同じだろうが同じだろうが全然関係なくって、とにかく1枚ずつ出してくださいというシステムに変わります。で、この時出したカードの一番大きいカードですね。大きいカードを出したプレイヤーが、まあ、5人だったらですね、こんな風にして、僕はヴァンパイアスレイヤーお願いします。じゃあ出します、出します、出します、出します。こう出していきますよね。で、出していって、一番大きい数字を出したプレイヤー、もし同じだったら、より後の方が出したプレイヤーになるんですけども、が、これを全部引き取るんですよ。全部手元の方に引き取ってしまって、これも引き取るんですけども、手元に来ます。ということをして、手札が一気に増えるんですね。で、こいつを最後まで残っちゃうとマイナス20になってしまって、一番これ以外のやつって14までしかないんですけども、マイナス20を引き取っちゃう。で、全く同じ効果のマイナス15っていうやつもあるので、まあこれも同じような親になれば、じゃあやっぱりスレイヤーのルールでお願いしますと。同じようにまた1枚ずつ出していって、一番大きい数字のプレイヤーが全部引き取ると。こうなってるんですね。で、じゃあ何がこのタイプのやつで引き締まってるかっていうと、通常これの大富豪タイプのやつって、まあ親のプレイヤーが1回出して、例えば3、1枚でお願いしますって言えば、3より大きいカードだったら出せるんですね。じゃあ6出します、7出します、私9出します。じゃあ9が一番大きいプレイヤーなので、これは全部捨てて、次9出したプレイヤーが、じゃあ13のトリプル出しますみたいなね、13、3枚出して、全員パスパスパスです、出せません、じゃあ私勝ちましたって言って、じゃあ捨てて、じゃあ次来ますの11のダブルですみたいなね、やっぱ強いカードね、大きい数字のカードでこう出していくのが、やっぱり非常に強いわけですよ、手持ちに持っていればね。なんですけど、
どっかのタイミングでヴァンパイアスレイヤー出てきたら弱いカードを手札に持ってないと困るんですね。つまり大きいカードを生実家持っていると出ている札を全部引き取って、かつこのバカでかいマイナスの札を同時に引き取らないといけない。つまり手元に残っている数字、手元に残っている数字が最後マイナスになってしまうので、まあ大きい数字から当然処分したいっていう心もあるんですね。あるので、まあ、大きい数字から当然処分していくんですけども、マイナスの小さい数字はある程度出せる時に出すじゃなくて、小さい数字はね、なんとなくね、出せる時にさっさと出してね、処分したいんですね。通常のこの大富豪タイプだと小さい数字ってほとんど意味がないので、さっさと処分したいっていうことがあるんですけども、多少の細かいマイナス点は残ったとしても手札の方に残しておいて、なるべく大きいのから処分すると。そしてヴァンパイアスレイヤーのが出てモードが変わったと、より小さい数字でないと食らってしまうと、まあ、同じだと後勝ちというか、まあ後の人が全部食らうんですけども、いうモードがあるので、ある程度小さい数字を大事にしながら、ヴァンパイアスレイヤーは決してこの世から滅びないっていうルールになってるので、誰かのところに必ずこう常に行き来してるので、あの人次勝ったらヴァンパイアスレイヤー撃つよねというタイミングが分かってくるんですよね。分かってくるので、この親から強いカードを単純に切っていくと、いわゆる大富豪タイプ、大貧民タイプのゲームでありながら、革命とかこのゲームないんでね、ないんですけども、このスレイヤーがあることによっていきなり弱い数字が手元にないとやってられんと、いわゆるこんなわけのわからんカード引き取らないといけないということがあるので、そこのところのスパイスが非常に効いているように感じました。まあもちろんね、こういうね、ヴァンパイアってね、これ14はワイルドカードになっていて、まあ、他のカードとくっつけたらワイルド使えますよとか、単独なら14ですよっていうのもちょっとありますけど、これまあ大したスパイスじゃなくて、やはりこの2枚のヴァンパイアスレイヤー、両方とも裏から見えるね、誰が持ってるか常にわかるっていうやつが存在していて、これが出てきた時にシステムが変わるっていうことが、このヴァンパイアスレイヤーですね、非常に面白い仕上がりになってるんじゃないかなというふうに感じますね。でまたもうちょっとスパイスがこれ効いてるのは、これね、まあ複数ラウンドやるんですね。マイナスポイントまあどんどん合計していくんですけど、これ前のラウンドで持ってるとそのまま持ってるんですね。これを最後で食らった上に、次のラウンドはですね、この20持ってるプレイヤーね、まあこのプレイヤーから出だしを打てますよということになっていて、まあ次有利なので始めてくださいということになるんですね。なんでこれはもう本当に消えないで、第1ラウンドはこの2人、第2ラウンドはこの2人、第3ラウンドはこの2人みたいなね、こうずーっとどこかにずーっとこいつらはぐる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 回っていって、どんどん増えるヴァンパイアをね、まあやっつけてるっていう雰囲気に出してるんだと思いますけども、ヴァンパイアクイーンっていうテーマになっていますが、真に価値があるのは実はヴァンパイアスレイヤーっていうね、なかなかここちょっと面白い構造になってると思いますけども、このね、同じ大貧民タイプのスタートプレイヤーから、親のプレイヤーから任意のカードを1枚以上出すと、出す時には同じ数字であれば何枚でも出せるので、例えば12のダブルっていう風に出せば、残りのプレイヤーは12より大きい数字のダブル2枚を出せるか出せないか、そして出したプレイヤーの中で一番大きい人が次の任意のカードを出し始める。もちろん7、1枚とかでも構いませんし、13のトリップとかね、何でもいいわけですね。出したら出したのと同じ枚数でより大きい数字を出せるかどうかっていうのを全員でやって、一番大きい人が次のを出すと、誰かの手札がなくなった時に残ってるプレイヤーは手札の数字が全部マイナスになると。でかつもちろんヴァンパイアスレイヤー持ってれば、これもここにマイナスがあるのでこれを食らうというようなゲームになっていました。はい、というわけでですね、ヴァンパイアクイーンをご紹介いたしました。まあですね、まあ、やっぱりですね、このやっぱ大貧民タイプ、まあ大富豪タイプなので、まあ大きい数字をね、確実に処分していって、まあローカードの小さいところはね、まあヴァンパイアのね、スレイヤー出てきてもみんなね、食らいたくなる小さい数字を出してくるので、まあ多少食らってもいいやというぐらいの勢いで、ハイカードから処分するのが、まあやっぱりセオリーとは思いますけども、まあそうではあってもね、ヴァンパイアスレイヤーっていうのがいることによって、いわゆる大貧民大富豪タイプと、ちょっと違ったね、スパイスが入っているのが面白いと思いました。で、若干気になるのは、ここのところですね、プレイ人数を書いていって、3人から12人って書いてるんですけど、3人はちょっとやっぱ無理だと思いますね。いわゆるヴァンパイアスレイヤーが2人もいるので、3人中2人がですね、常に巨大なマイナスを引き受けてるっていうのは、ちょっとやっぱ無理じゃないかなと思いますね。4人とかでもちょっとやっぱしょぼいという感じがしますんで、まあ5人以上、12人はさすがに無茶だと思いますけども、まあ6、7人ぐらい、いわゆる割とね、パーティーっぽくね、5人から7人ぐらいが面白いんじゃないかなと思いますんで、まあ少人数よりね、少し多めのね、人数のところでプレイしていって、まあ引き取る。多少ね、人数が多い方がね、要はヴァンパイアスレイヤー出た時に、まあたくさんカード出ますんで、ね、一気に引き取ったりね、するこのね、盛り上がりっぷりっていうところありますんでね、3人だと3枚ですからね、スレイヤーと1、2で終わっちゃいますからね。
まあ、そこのところねあまりにちょっとね小規模になっちゃいますので、比較的ね多めの人数でプレイした方がやっぱりこの手のタイプのゲームは面白いと思います。はい、というわけで今回ですね、ヴァンパイアクイーンをご紹介いたしました。ザ・ゲームやチャンネル春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、さまざまなボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。